あ、仕事終わったお疲れ様。はい、コーヒー。でも、大変だね。家にいる時も仕事なんて。ストレスとかたまんない僕にできることあるなら、何でも言っていいから。え後ろ向くのいいけど。あ、びっくりした。 急に抱きつくなんて素直に正面から来ればいいのに甘えたかったのそれともずっと仕事して寂しかったちょっとどこ触ってるの <laughs> やめて <laughs> どうしたのいきなりこれでストレス発散できたの うーん、そうなんだ。じゃあ、僕も今ストレス溜まったから、発散させてもいいよね。何驚いてるのそっちが最初にやってきたんじゃ。だから、お相い子、でしょ <laughs> いい声出てるね。 逃げないでよ。まだ全然、ストレス発散できてないんだけど。最初に煽ったのは君でしょねえ、体、すっごいピクピクしてるけど、そんなに気持ちいいのそれじゃあ、ちょっと失礼して。 もう、すっかり顔、だろけちゃったね。最近忙しかったからかな。それじゃあ、ベッドに行こうか。まだ、全然気が済んでないから。これから、どことん付き合ってもらうけど、覚悟、できてるよね。